浅井和子は、日本の弁護士、外交官。民間人初の中川奈県シエラレオネ県、リベリア特命全県大使や、アフリカ協会顧問、土佐高校理事等を務めた。東京都に生まれ、高知県で育つ。旧姓、中谷。中谷貞より元衆議院議員は父。中谷元々防衛大臣はおい。土佐高等学校を経て、1964年国際。 キリスト教大学卒業した翌年に、結婚、三人の子供と授かり、家庭と両立しつつ、並行して弁護士の資格を取り、1972年、第1東京弁護士会弁護士登録。2000年、ブラッドフォード大学平和研究大学院修了、修士。司法研修所の同期からの要請で、2002年から民間人としては、初となる中川羅県シエラレオネ県。 リベリア特命全権大使を務めた。二千八年霊賞受賞。アフリカ教会顧問等も務めた。筆山のふもととさ中高百年人物伝と土さ中高百年人物伝、観光委員会、二千二十年、高知新聞総合印刷、百八十七ページ、証券会の要注意人物との関係を披露した、田中財務副大臣、アンタイトルドとさ中高同窓会霊賞歴代 受賞者国際キリスト教大学同窓会、民間大使がない行くの国や書店ウェブストア、役員の状況アフリカ協会、ありがとうございます。